はいますね。上級&中上級合同の練習試合イベントには来ないでねと願ってますが、ちょくちょく来るので、これも練習だと思って割り切る、それしかないですね、日本の順によりっていうので。そうですよね。なんかダブルスやっててね、なんかこう自分が不利になったりとか、なんかもうなんかイラッとしてきたらバーンってストレートぶつけるね。いや、やめたよってね。理路整然と聡明な文章は書けないです。はい、そうです、本当にこの通りだと思います。コーチとのね、相性悪いと良くない、相性って難しいですよ。好き嫌いとちょっとだから、あのね、これ前も話したと思うんですけど、合う合わないと好き嫌いが違うんですよ。ありがとうございます。素晴らしいです。父ちゃんさん、父ちゃん、父ちゃん、ラストいきましょう。難しいですよね、編集までしていただきありがとうございます。こんばんは、父ちゃんです。今回の投稿者さんの言葉だけでは、加藤コーチの言われたように難しいですよね。球出しのボールでショットが上手くなってだって、それは上達とは言えません。バックハンドが打てるようになったとのことですが、加藤コーチの癖口である、テニスはオープンスキルですからって、これ、テニスの話何でもします。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いいたします。まあ今日はですね、はい、としさん、日本の住人さん、としさん、父ちゃん、丸賀さんですね。そして、これは、ユーザー、IJ1VY7SS7C さんですね。まあ、グリップの太さってどれが一番いいんですかっていうね、こう握った時のお話ですね。テニススクールのお話、ラケットの話、上達の話、はい。スクールでの出来事をお話したいと思います。恋ボタンチャンネル登録よろしくお願いします。まずは行きましょう。結構長い間熟成させてましたというか、なかなかタイミングがなかったんですけども、はい、としさん、行きましょう。確かに杉山愛さんはビーストを使用していますねっていうので、はい、すいません。もうね、データを常にアップデートしてるのが大変で、本当に皆さんの、はい、ご助言いただいて、ここまでやってきております。ありがとうございます。誰が何を使ってるか結構難しくなってきますよね。もう最近全くついていけない。新しいラケットだけではとにかくちょっと打って自分なりの感想をお客さんにっていうのはね、思うんですけども。いつもありがとうございます。はい、どうした？はい。あの人が進級したのはどうしてなのかってね、なんか謎な感じの人が進級したっていうことに対して、その方は自覚して大会すると思いますがっていうのでね。どうした？一つ口答えしていいですか？こういう人に限って残るんですよね。多分、周りからしたら悪い意味で、その人にしたらいい意味で自分のことをよく分かってるので、よそ言ってもダメだろうなっていうので、そこで、居続けるんではないかと思います。はい。ありがとうございます。まあ、わかんないですけどね。まあ、いろんな方いらっしゃいますんでね。はい、日本の住人さん、ありがとうございます。これ、絶対最近僕、超仲いい人がこの人だと思ってみたりもするんですけど、まあ、知的な文章ですよね。ありがとうございます。はい。もし、該当してたら、加藤コーチって、リアルで言ってください。はい、加藤コーチ、質問者さんのお考えにどうしますね。一つ下の中上級クラスに、アンダーサーブしか打てない、ストレートのボディショットで、技術のなさをごまかす、様々な、もやもやする方はいますね。上級&中上級合同の練習試合イベントには来ないでねと願ってますが、ちょくちょく来るので、これも練習だと思って割り切る、それしかないですね、日本の順によりっていうので。そうですよね。なんかダブルスやっててね、なんかこう自分が不利になったりとか、なんかもうなんかイラッとしてきたらバーンってストレートぶつけるね。いや、やめたよってね。まあね、そのなんだろう、しっかりゲームを楽しみたい。あとアンダーサーブね、まあ、打っちゃダメだとは言わないですけども、ね、肩が痛いとかそういうのだったらいいと思うんですけどね。なんか、いきなりこうやって普通に打つように見せかけて、シュッてルール上ダメだとは言わないけど、あまり周りいい思いしないですよね。なんか、でってなりますよね。で、まあ、その人が、まあ、その人のね、人間性によるとも思うんですけども、でも、コーチとして一番辛いのは、シーンってなった瞬間に、何事もなかったように過ごすっていうのはね、これは僕問わず、いろんな、はい、20年間コーチやってると、いろんなコーチから、伺います。だからね、なんか、ある程度ね、楽しくやりたいですね。でも、父ちゃん、父ちゃん、父ちゃんね、ごめん、日本の住人さん、非常に、
的を得た。はい。まあ、ただこういうところって、まあ、割と大きいね、母体のスクールだと思います。2000人とかね、1000人、もう500人、300人超えてきたら、もう結構、いろんなというか、うん、レベル分けも難しくなってきますからね。はい。僕も、コナミの時は2000人近くかな。で、ルネサンスの時も当時いたヘッドコーチがすごいね、まあ、いい加減じゃないですよ。いい加減なんですよ。だから、すごい人が増えるんですよ。でも、若い子には、お前頑張って入れろよ、みたいなのを頭ごなしに言わないというか、まあ、これ以上めちゃくちゃ増えても困るから、まあ、適当に息抜いていきましょう、みたいな。だから、下の子たちを和ませる技術を持ってた素晴らしい、まあ、そのコーチのご縁のご縁で、まあ、今自分もあるんですけれども、すごいなと思いましたね。うん。で、まあまあ、あとコルトンさんとかね、市川の方にちょっとお世話になってて、はい、それ伝えて、まあ、仲良くなった方もいらっしゃるんですけど、まあまあ、2000人近くいるんじゃ、ごめんって考えて、535、ね、520、まあそうですね。だって一コートだって300人いるとね、御の字だって言いますけどね、朝の9時半ぐらいから、まあ夜の11時ぐらいまででっていうね。いや、すごいと思いますね。はい。なのでね、まあ規模が大きくなるとね、人間一人の社会的コミュニティっていうのは、マックス社会学的に150人ってよく言われますんでね。はい。というのでね、もう実際問題いろいろとね、人との関わり方難しいと思いますけど、精進してきてます。取り留めもなくてすいません。次行きましょうか。はい。質問なんですけど、ラケットを結構強めに握って1本以上空いたらいいんですかっていう質問ですね。これはティファニーで、朝食王じゃないですけど、ティファニーブルーで、はい、テニスを、はい、グリップね、握るじゃないですか。強く握らなくても、まあ、グリップってそんな強く握ることはないと思います。まあ、でこう軽く握って、このここが1本以上空くっていうのが、ね、1本以上空くっていうのがこう目安ですね。まあ、僕、2本ぐらい空くかもしれないけどね。これ、グリップ普通の2に上から一巻きしたもん。あんまりガチってなってしまうと、フィット感があってね、そっちの方がいいっておっしゃる方もいらっしゃるんですけども、まあまあまあ、それでうまくいってんだったら強制はしないんですけども、ちょっとゆとりがあった方が体を使って触れますし、手首痛めたりとか、テニス肘になるっていうのを、リスクをちょっと軽減できると思いますんで、僕は基本的には、はい、まあ一般的にもそのような進め方、してますんで、ぜひですね、頑張ってください。はい、丸賀さん、お久しぶりです。ありがとうございます。テニススクールは、テニスが好きな人が自ら上達のために利用する場です。進級については、コーチとの相性、上級クラスの空き状況等、様々な事情があるでしょうから気にしなくて良いと思います。100点満点、偏差値75の、答えだと思います。これ僕がさらっと言えたら、すごいんですけどね。自分で書き直したかのような。ただ僕はこんな、理路整然と聡明な文章は書けないです。はい。そうです。本当に、この通りだと思います。コーチとのね、相性、悪いと、良くない。うん、相性って難しいですよ。好き嫌いとちょっと、だから、ね、これ前も話したと思うんですけど、合う合わないと、好き嫌いが違うんですよ。今の自分に合ったコーチを選んだらいいんだけど、自分が好きで選んじゃうと、うまくいってた時は、まああれなんだけど、好き嫌いで選んじゃうとね、適材適所になっていかない場合もありますから、うん、難しいですよね。まあでも大人はね、趣味でやってる分とか合わないコーチのところに行く必要はないと思いますし、ね、なんかそこら辺は難しいところなんですけども、ね、例えばジュニアとか見てても合う合わないってあるけど、親が好きだけど、ね、子供が嫌いとか、子供が好きだけど親が嫌いとか、まあいろいろあります。はい。で、方法はいろいろあると思うし、うん、いろんな、でも、本当この通りだと思います。すごいな。やっぱり、コーチと相性では違う意味はね、このコーチはこれだったら OK だけど、このコーチだとこれ厳しいかなとかもあったりもすると思うので、ね、はい。なんでこいつが進級しとんねんっていうのは、おそらく、まあ過去にそういうね、ちょっと独特な感性を持ってるコーチが上げたのか、全体の偏差値がたまたま低かったのかはわかんないですけども。はい、ありがとうございます。あ、続きですね。コーチからレッスンやから学びを感じられるかが大事だと思います。そうですね。僕も本当にイモーション以外に頑張ろうと日々考えてます。Q は関係ありません。自分の技術的な質問に丁寧に答えてくれるコーチなら、万年初級で OK です。素晴らしい。テニススクールは強打を求める場所ではないと思いますまあ、強打っていうね、こう概念の幅がね、こう広いですよね。概念が大きいから。
確かに強打したところでコーチに強打だったらいいけどね。なんか振り遅れをストレートのお客さんに強打とかね、クロスでしっかり展開してからってやるのに、いきなりバーンってストレートにね、アタックっていうかね、うん、しているとかね、コーチが送ったボールをいきなりストレートに展開するっていうのは、確かにその強打は僕は良くないと思いますし、僕も良くないって、僕良くないと思うね。そう、でもこれはすごい、はい、もう一回読みますね。テニススクールはテニスが好きな人が自らの上達のために利用する場です。進級についてはコーチとの相性、上位クラスの空き状況など様々な事情があるでしょうから気にしなくて良いと思います。コーチやレッスンから学びを感じられるかが大事だと思います。Q は関係ありません。自分の技術的な質問に丁寧に答えてくれるコーチなら万年初級で OK です。テニススクールは強打を求める場所ではないと思います。ありがとうございます。素晴らしいです。父ちゃんさん、父ちゃん、ラスト行きましょう。難しいですよね、編集までしていただきありがとうございます。こんばんは、父ちゃんです。今回の投稿者さんの言葉だけでは加藤コーチの言われたように難しいですよね。球出しのボールでショットが上手くなったってそれは上達とは言えません。バックハンドが打てるようになったとのことですが、加藤コーチの癖である、テニスはオープンスキルですからって、これ答えたかな。まあいいや、バックハンドと、一口に言っても、どのような状況でどんなバックハンドを打ったのかが重要な要素になると思います。全てバックと仮定してお話します。例えば相手のフォーシングショットに対して紛れも、苦し紛れでもロブでしのがなければならない状況なのか、イーブンな状況で、きっちりつなぐボールを打てる状況か、相手が前に出た時の一発ボディ強打で次の浮いたボールを叩こうとするのか、シュルシュルっと足元へ緩いスライスで沈めて相手のボールを浮かせるのか、必殺のトップスイングロブを放つのか、はたまたこっちから出玉をスライスで打っていってネットを取る状況なのか、ダブルスになればこちらにプラス相方との共通意識を持つことも重要ポイントになりますし、こういう判断状況とショットの選択も含めてバックハンドのレベルを問うことになると思います。ちなみに父ちゃんはダブラーかっこダブルスのプレイヤーなので、バックハンドがシングルなのも手伝ってスライスドライブ6対4、7対3な感じです。スクールの同じグループの方々、ダブルバックがほとんどでスライスを打つ人は皆無です。父ちゃんのようななんちゃってスライスでも、ドライブスピンと織り交ぜて使えば、結構効果ありますよ。ではまたって。これ読みましたね。はい。でもこれはすごい、良い答えになってると思うんで、偉そうにね。ごめんなさいね。まあ、ただ、コーチにね、聞いてくださいっていうので、ね、コメントをいただいたと思いますので、はい。引き続き頑張っていただければと思います。まだ進級ね。うん、だから新旧生だ。丸賀さんの答えが全てだと思う。ちょっと3分間前ぐらいに巻き戻してください。で、どっちゃんいつも本当に編集していただいてありがとうございます。綺麗に文章書いていただいて。はい。引き続き精進してまいりたいと思います。チャンネル、よろしくお願いします。さよなら。ありがとう。